り昼下がりの空を君のもとへ桜桜桜君に届け桜ありがとうと心でつぶやく優しく背中を押してくれた桜桜桜風に乗ってひらり桜桜桜空に舞ってきらり春風の想いを星に託して聞くださいました。ありがとうございます。本当にね、今日は景色がね、雨も降ってなくて、先の方まですごくよく見えてね、いいなぁとさっきから思っておりました。本当にね、この場所は大好きで、もう何ヶ月かに1回はここで歌わせていただいております。またね、これを機会にお越しいただければと思います。さあ、今日はですね、ハッチャンファミリーということで、お送りしてまいりました。ということで、最初にワンちゃん出ていただきましてですね、それから横ちゃん、歌っていただきました。この、僕のユニフォームといいますか、黒と書いておりますが、黒というバンドに所属しております、その、ギターのハルさんでございます。今日は走らない格好で、カゴンという箱をこれから叩いていただきます。はい、このね、大分県というのは本当にいいと、まあ、県と言いましょうかね、なんていうかね、山あり谷あり、海あり、地獄もありますね。天国もありますということでございましてですね、私実は隣のですね、福岡県の、県境にあります豊前市というところに生まれております。今は中津に
住んで暮らしておりますが、その豊前市の、おばあちゃんが住んでいる実家がありますが、住んでいるんじゃないですね、もう亡くなりました、そのおばあちゃんの亡きおばあちゃんのことを歌った、まあなんて言いましょうかね、もう田舎の風景を、思い出していただければと思います。ではおばあちゃんのことをグランドマザー、グランマーと言います。グランマー、聞いてください。
会議という飲み屋が、飲み会がある、ということで、せっかくですね、お越しいただいても、せっかく1曲ぐらい歌って帰ればいいのにですね、会議という飲み会があるそうですので強調しておりますが、ちょっと腹いせに今から黒さんの歌を歌ってやろうとまあ、どういう腹いせかわかりませんけど、ではですね、黒さんの、名曲、迷うほどの名曲ではなくて、本当に名曲と言われている中津のですね、ファビオラ看護学校の、校歌をですね、私がなんと歌ってしまうという、間違えたらごめんなさいっていうレベルでございますが、なんと大胆にも本人がいないから歌ってしまうということでございますのでですね、いつにないこの構成でございます。ハルさんがハモリのパートを歌うというですね、緊張しております突然緊張しておりますが、俺も緊張しすぎた。でもね、昔ね、黒さんと二人で出た時は、ね、あ、なんかそういう話を聞きました。何回かあるの。イタチヤマデンベイさんのオープニングアクトで、そうです。ファビオラ歌いました。そうなんだ。知らない、僕が歌ってないということは知らないですね。そうそう、二人でね。なるほどなるほど。行きましょうか。ファビオラの風の中、胸に夢を描いて、ファビオラの光の中、今この道を歩き出す。
生きてゆくのは辛いけど
葉で元気になる。違う人の声になってしまいますね。ありがとうサントリービールってありましたね、昔ね、知らない、知らない、じゃあちょっと年代が違うから期待が違います。いやいや、あの本当ね、僕の年代、僕も本当実は今月50でございます。半世紀生きております。ありがとうございます。実はね、はっちゃんファミリー、4月と5月は誕生日が豊富で豊富というんですかね豊富というんでしょうか、分かりませんけど。
そう、実は先週、大阪からなんとお友達がやってまいりまして、つやちゃんというつやっていう名前芸名で、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お友達がやってまいりましてですね、つやちゃんとそれからあすみさんっていう方ですね、なんとあの私の曲をカバーしてくれてるんですけど、実は私よりも超えてるんじゃないかという話が、ちらほらちらほら僕の耳に入っておりますけども、はい、ということで、まあ、本当そう思いますね、本当にこの女性がこの歌を歌うとまた一つ違う味があって、そのピアノでカバーしてくれてるんですけどね、本当に僕は本当こう感動しました。この曲を最初に歌いたいって言った時に、その1ヶ月ぐらい後にですね、私大阪にいた時にこれを練習、しこたま練習したんですよ。練習っていうのを教えたんですね、その歌いたいっていうことの、でここで感情入れてとかここでゆっくりしてとかいうことをですね言ったのも、もうそのままきれいに感情を込めて歌ってくれ て本当に感動しました。私ね、ありがたいなと思います。そうやってね、全国にね友達ができております。僕あのネットライブっていうインターネットでライブをしておりまして、そのネットライブで、出会って、そういう方もたくさんいらっしゃいます。その中でですね、今日来てる純ちゃんもね、大阪こういう歌を、カバーしてくれててありがたいなと思います。ではこの大阪恋歌、今名前が出ましたが大阪恋歌という歌を、まあ、つやちゃんがもうカバーしてくれてる歌を今日は、ね、このメンバーで初めてやるわけですが、聴いてください。大阪恋歌。
もうこれでラストなんですけど、って言われてもね。いや、ではここでですね、ワンちゃん、出演者とみんなね出ていただきましょうね。では皆さんでご存知の曲を歌いましょうね。ということでよろしいですか。ちょっと待ってくださいね。はい、ということでですね、皆さんでご存知の曲を歌う前に、前に、それでは、今日は、準備したものがあります。実は5月17日がヨコちゃんの誕生日でございますということで、おめでとうございます。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアヨコちゃん、ハッピーバースデイトゥーユー。もう一回、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Yoko-chan, Happy birthday to you. はい、写真撮って、バッチリ撮ってよ。はい、皆さんカメラ構えてどうぞ。どうぞ。
ということで、年は聞きませんけど。ね、本当にね、横ちゃんおめでとうございます。おめでとう。それではこの勢いで、皆さんで歌って踊って踊るんですか。自分で言って踊るのかなと。はい、では皆さん、Qちゃんのね、坂本Qちゃんのですね、上を向いて歩こう、これいきましょうね。ご存知の方多いと思います。皆さんご存知だと思いますので、ぜひ歌ってください。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、いった場所風にじんだ星を数えて、思い出す夏の日、思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の
部屋で星のかけらを探してた。行きさえ詰まるこの寂しさもいつか僕の行方を照らすだろう。立ち上る始めることで何か
集めてくれた八ちゃんファミリー、皆さん本当にありがとうございました。またまたどこまでお会いする日まで。出し切ったような感じがするんだけど。じゃあ、あれ行きますか。まだあるでしょ。あ、それでさ、何でも、何でもそれこそ、なんか、ドロー、ここの地図行こうか。おお。どっちに？こっちの方が完成度的には。じゃあ、行きましょうか。完成度は。これがいいな。完成度は。じゃあ行きますか。じゃあ、くまちゃん行きますか。もう。じゃあ、申し訳ないんですけど、というか全然準備してなかったんですけど、というか僕らのこの曲名決めたのさっきです、はい、だから準備するも何も準備はほとんどしてないんですけども、じゃあですね、私中津から来ました、県北から来ましてですね、横ちゃんはね県南の方ですね、野津町ですね、それから春さんは実は、中津じゃなくてその僕が生まれた方のですね、県境の向こう側ということですね、福岡県の吉富の方から来ましたですね。うわ、出た、カラティやん。これいいんですよ、僕唐揚げになれますか。それでは、県北といえばね、唐揚げでございますので、これも自分で、自分です。あ、そうですか。それでは、中津といえば唐揚げ、ワン、ツー、スリー。お子ちゃまもとちゃもかちゃんもちーちゃんもばあちゃんもいらっしゃいませ。姉ちゃんも兄ちゃんもおいちゃんもおばちゃんもわっちゃんも、みやみみんな大好きな唐揚げがあれば最高さ。家族も友達も心はみんな一つ、いらっしゃいませ。三時のおやつにおつまみにビールに焼酎に、いらっしゃいませ。メインディッシュに豪快に、おそばおいしいと、みんなみんな大好きな唐揚げはお腹にすく、言葉はいらない、思わずあうまい。昔昔風前の国に、それはうまい唐揚げだったそうな。鼻をすりしやほっぺがポロリと、やばい話、あ身の黒香りに、うわあ誘われて中津に、おいでよおいでよおいでよ。
は魔法のレシピ栄養満点さ明日も頑張れるそうそうジューシージューシーサクサクジューシージューシーバクバクジューシージューシーアツアツジュワジュワジュワグリラで唐揚げ皆さんご一緒に歌いましょうジューシージューシーサクサクジューシージューシーバクバクジューシージューシーアツアツジュワジュワジュワグリラで唐揚げもう一回もう一回ジューシージューシーサクサクありがとうございました。